久保さん実はですね、セルシオの動画僕も見ました。セルシオの動画僕も見ましたよ。<laughs> 見ちゃいましたね。なんだこれみたいなね。ある意味、ある意味、ある意味なんだこれってって見,見ちゃいましたけど、確かに静かですね。うん。まああれもね、まあ、まあ、テストしないと分かんないですけどね、アクセス来るんじゃないですか。多分予想外ですよね。予想外の,あの反応みたいな。まあ今回テーマはですね、捉え方が人生、 捉え方の違いが人生の違いですかね捉え方の違いが人生の違いです。捉え方の違いが人生人生に違いをもたらす。人生の違い。捉え方が人生を。捉え方が。捉え方のち違いが人生に違いをもたらす。 まあこれすごくシンプルで分かりやすいんですけど、例えばね、久保さんが3年で1億稼ぎました。で、これで、じゃあなんで3年で1億稼げたのかっていうと、最初の段階としてね、最初の段階として、まあそのね、ネットビジネスの塾に入るわけなんだけども、その時にね、久保さんがね、捉え方で、こういう捉え方してたら、まず絶対ないわけですよ。どういうことかっていうと、なんだうさんくせえな、みたいな。インターネット。俺が40、麻雀店のおっさんが何ができるんだと。 確かにまあ、ね、今の若いもんはネットでなんかブイブイ言わせてるかもしれないけどいや俺は麻雀しかやってねえぞと無理やんみたいなっていう捉え方してたらもうもはやないですよねそうじゃないですかうんだからこれもねなんか,か YouTube やりましょうっていう話をするとこういう意見もあるんですよ今からやっても遅いとかね そうライバルが多いから稼げないとかね。っていう捉え方をする人はやらないでしょどうすかまあ確かにそれは一理あるかもしれないけども、その捉え方をした時点でもうやらないので可能性ゼロですよ。まあ今度ね、あの、僕は覆面 YouTuber アカデミーっていうのをやるんですけども、去年ね、僕のコンサル生でね、あの、広告収入ですよ。で、あの収益化して、えー、なんだ、3ヶ月目かな。 まあ厳密に言うと2ヶ月目ぐらいからなんですけども、あのもう10万達成ですよ。で、10万、10万、25、10万、10万だったかな。はい。もう毎月10万以上稼いでますよ。じゃこれ稼ぎづらかったら無理じゃないですか。ライバルがいるからできません。稼げません。って捉えかせただったらその結果は出ないだろうし。うん。捉え方じゃないですか。本当に。どう捉えるか、あなたがね。だみんなの銀行もそうで。 なんだ、うさんくせえのって捉えたらやんねえだろうし <laughs>、ね。やってみようって捉えればやってみるだし、1500円もらえるだろうし <laughs>。だから捉え方ですよね、本当に。でもその、同じ情報なんですよ、これが。これ、面白いことが、じゃあネットで稼げますっていう情報を聞いて、あなたはどう捉えるかなんですよ。でもネットで稼げますっていう、この今言ったセリフの情報は一緒なわけですよ。でも捉え方次第で、その後の行動が変わって、その後の人生が変わるわけじゃないですか。 うん、多くの人はだから人生を変えられない捉え方をしてるんですよ。申し上げますね。多くの人は人生を変えられない捉え方をしています。だって見ている情報だったり、なんかその成功してる人だけがですよ、これお聞きしたいんですけど、成功している人だけが成功する秘密の情報を誰も、えー、全世界で誰も知りえない情報を知ったから成功できたんですか もうますね、成功者の全員はその成功する秘密をなんか世界に一つだけの秘密を手に入れたから成功できたんですかちゃいますよねみんな見てる情報大した変わんないですよ多分みんな学校行ってるし普通に学校行ってるしね普通に高校行ってるだろうし普通なんか友達と喋ってるだろうしテレビ見るだろうし変わんないですよ大したその情報の差ってないんですよ大した だけど、受け取りの格差ですよ。受け取り方の格差ですね。そう。これいいんじゃないですか。受け取り方の格差っていうね。これ、久保さんいいんじゃないですか。受け取り方の格差が格差社会を生んでいるっていう。これもちょっといい言葉だな。受け取りの格差が、受け取り方の格差が格差社会を呼んでいるっていうね。これ結構名言じゃないかな。まあいいや。まあとりあえず、捉え方の違いは人生の、人生に違いをもたらすでいいか。<laughs> いってらっしゃい。